猫キャラどころじゃないと壊してみるや。私が今ツイッターって言ったから飛行機乗ってるのかよく分かんないオープンチューンのピクチャーページアリアボリパスレディティショーありがとうございます。びっくりした。 Thank you for flying with Japan Airlines アメコード1号2号3号4号5号集合パトロールパトロール起きた。おはよう。おかしいな、2人3人4人。
4人一緒にいいですか。これ2人もね。緑はたくさん柔らかいから当ててください。これ梅干し甘い、これ砂糖こっちとこませんで、これ3人分ね。どっちにしよう。ごまの香りが香ばしい。種入ってるあの甘い梅のお菓子あります。あれの匂いします。どういう味なのかな。5分ぐらい経ったら味が味が最初しない。あ、なんかドライフルーツみたいな。ドライトマト。え、トマト？トマトドライ。ドライトマトみたいな。トマトドライ。めちゃめちゃ美味しいです。なんか中国教室で飲むのと同じ味がする気がする。私苦手かもな。お茶も美味しい。あ、これも美味しい。このあんずみたいな。ワーキューワーチューちひろの神隠しの場所です。お茶も出しました。せよ出せ、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 やめなさい。せよ出せ。できなかった。これ欲しい。これスカート欲しい。え、すごい。なんかめっちゃ楽しい。そう、普通に楽しい。日本こういうとこないからね。割となんかなっちゃんとメリがウキウキで一番楽しんでる。うぐって言いながら、そう、うぐって言いながらめっちゃ楽しい。そう、見たことない食べ物いっぱいあってちょっと緊張する。なんか私、正直上海初めて行った時は怖くて、なんか見知らぬ土地で見知らぬものを食べるのが怖かったけど、最近行けるようになった。私も行ける。おはようございます。おはようございます。台湾2日目です。2日目漫画博覧会。台湾漫画博覧会にロングしま す, でしょ。ブランカイめちゃくちゃ大きいイベントで何十万人。そうだね、めっちゃ頑張ります。頑張ります。行ってきます。燃えるぞ燃えるぞ。はい、楽屋に着きました。これから準備をします。一度お椀にはよろしくお願いします。どうぞ。
小旅行気分ね、確かにわかる。台湾のコンビニとか見て、結構台湾のお菓子とか売ってた。楽しかった。覚えてないんだ。なんで？部屋から出てなかった。こもりちゃん。で今日行こうと思ったのに動けんかったから、ね。こもりちゃん。ショックです。こもり。今度行こうなまた。ライブは。めっちゃ痛ました。ライブめっちゃ痛ました。痛ました。ライブ楽しかった。楽しかった。なんか思ってたより全然来てくれてね。嬉しい。なんか握手会とかで台湾のファンの方がずっと待ってたよとか言ってくれて、また来たいなって思いました。すごい踊ってくれたし、すごい踊り方やろ。イエーってやってくれたよね。そう、なんかでも行く場所今まで3ヶ月連続で上海、シンガポール、台湾って来たけど、なんかどこの国にもちゃんとワースタのファンがいるんだっていうのを自分の目で確かめられたのがすごい収穫だったかなって思います。収穫。なんか日本のワーシップさんも海外までこんなに、なんかこんなにというか、たくさん日本のファンの方も来てくれたんですよ。だからワースタのためにこんな、なんだろう、遠いところまでついてきてくれるファンの方がいるって、なんかすごい心強くて嬉しみ。今回またそれを感じられて嬉しかったです。一番台湾おめえ台湾おめえしワースタ。シー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 。再見。
と着きました。着きました。いよいよ今日頑張ります。ありがとうございます。頑張ります。頑張ります。暑いです。暑いね。顔がテンション高すぎて必死で抑えてます今。下に。あれ？ラブ。
チャクラですか。皆さんこんにちは、バーストですって言うんだよ。わかった。皆さんこんにちは、本日はバーストデイキライブバーストランド、あ、じゃあ最後までリリカのリリカって誰だったんだって気づかせないの。皆さんこんにちは本日はバーストデイキライブバーストランド1の3にお越しいただきまして誠にありがとうございます。公演に先立ちましてお客様に注意事項をお知らせいたします。本当にウイスジョーがやってると思わすと言って最後に児玉リリカでした本日会場内におきまして他のお客様へ危険が及ぶ行為、怪我や事故などを想定される行為は絶対におやめくださいいいよいいよ本当に一番緊張するのがちょっとわかんない。映るんでやめてもらっていいですか緊張するんでやめてもらっていいですか。皆さん、こんにちは。あれ、ちょっともう一回言いますよ。皆さん、こんにちは。本日はバーストデイキライブバーストランド1の3にお越しいただきまして誠にありがとうございます。公演に先立ちましてお客様に注意事項をお知らせいたします。本日会場内におきまして他のお客様へ危険が及ぶ行為、怪我や事故などが想定される行為は絶対におやめください。場内では係員の指示に従っていただくようよろしくお願いします。万が一演出の妨げとなる行為を発見した場合は公演を中止にさせていただく場合もございますのであらかじめご了承ください。会場内ではスマートフォンでの写真撮影、動画撮影は OK ですがセル画像の使用は禁止とさせていただきます。撮影した方はツイッターでハッシュタグワースタとハッシュタグワノさんで拡散をよろしくお願いします。それでは皆さんご準備はよろしいでしょうか。ワースタデイキライブワースタランドワノさん、まもなく開演です。以上、ワースタ版児玉リリカでした。本当にすごい緊張してるんですけど、みんなで、今までで一番大きいところで気合い入れて準備してきたので、はい、全力を出し切れるように頑張りたいと思います。よろしくお願いします。お願いします。じゃあ、一言でいいですか。一言ね。全力出し切りましょう。はい、はい、私一生で緊張してるけど、はい、みんなの可愛いとこ見れるの楽しみにしてます。とにかく笑顔で楽しんで最高の思い出を作りましょう。はい、30秒前です。頑張ろう。はい、一緒に全力で楽しんでいきましょう。はい、ハッピー。はい、遊んできてね。はい、またワースタのプレゼンに行くぞ。あー、めっちゃ緊張する。すごーい。マジで取り切れる。Yeah.
やばい、頭振り回してきた。めっちゃ楽しかった。楽しかったです。めっちゃ楽しかったです。今日そのバースタ&ワンナさんは今までバースタがそのやったワンマンライブの中で一番大きな会場だって、でそのワノさんやりますよって言ってからすごい時間が経ってしまって、そのファンの人ずっと待たせてて、だからなんか本当にどうなるんだろうっていうのをすごい思ってて、あのうるさいんですけど後ろが、でもなんかそのなんて言うんだろう、蓋を開けてみたらそのこのワーストランドワナさんが近づくにつれて、すごいいろんなファンの方から当たったよとか行くね応募したよっていうのをすごいリプとかで教えてもらって、あ意外と来てくれる人多いんだって思ってたら、そのワノさんを目前にあのチケットが売り切れて、もうなんか自分たちがそんな本当に売り切れたのかなっていう、もうドキドキじゃないけど信じられなかったんですけど、でもなんか今日そのいざステージに立ってパッてお客さん見た時に当日券もあったから余計にもううわーってファンの人が来てくれてて、で今回女性が半額っていうこともあったんで女性エリアがいつもより広かったんですけど、もう女の子も可愛い女の子がもう前から後ろまでもうぎっしりいて、あなんて幸せな客席なんだっていう感じ でいつもよりなんて言うんだろう、いつもは男の人が多かったりとかするんですけど、今回その女の子も多かったから途中のコールとかも女の子の声も聞こえてきて、すごいなんか新鮮で楽しかったし、あとなんだろう、ファンの人の熱量がいつも以上にすごくて、多分その時間が空いた分すごい楽しみにしてくれてたし、メンバーもすごい楽しみたいなって、もうみんな元気に頑張ったので、それが伝わってファンの方と一緒にもう最高で最強の一日になるぐらい盛り上がれたので、本当に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 楽しかったです。皆さん来てくださったありがとうございました。あのなんかその定期ライブの中なんで、なんだろうっていう感じはあったんですけど、でもやっぱり会場自体がいつもよりすごい大きいところで、今までで一番大きいところだったんですけど、ワーストが単独でやった中で、それがあってか本当になんかすごい特別なライブっていう感じがして、みんなでめっちゃ前からすごい前からいろんななんていうんですか、試行錯誤したりとか、いろんななんだろう演出とか考えたりとか、セットリストも全部みんなで考えて、本当にやっぱり大きい会場でやったワースタを夏を経てどんな風に変わってきたかみたいなのを、こうやって集まってくださった皆さんに出せるようにっていう自分の中での目標っていうか、そういうことを考えていたので、まあ出し切れたかなとは思いますね。やっぱりいつもとは違うライブで特別でした。はい、今日も歌良かったとかかっこよかったとか言ってくれる方もすごいいて、本当にもう全部のライブすごい全力で頑張ってるんですけど、もっと一つ一つのライブ見てくださってる方も全員が違うので、まあそんなにたくさん見れない方とかもいるので、本当に一回一回のライブはもっとねいいライブしたいなとは思ってます。メジャーになったっていうのはやっぱり、まあ、CD が出たのもそうなんですけど、でも本当に自分自身のなんだろう心境というか、それはずっと同じなので、まあなんだろう意識的なところは変わってはいるんですけど、やっぱり周りのまあ関わることはすごい増えたんですけど、なんだろう変わらないんですよね、自分たちのなんだろうな、こうやってお客さんと一緒に楽しいライブがしたいっていう気持ちとか
みんなといっぱい会って話したいとか、そういうのは全然変わらないんで、ずっとそういう、なんだろうな、ワースタらしい、雰囲気とか、ファンの方に対しての気持ちとか、ずっと変えないで成長していけたらなと思っています。一言で言ったら、とにかく楽しくて、でも早すぎたっていうか、楽しい時間って早くなるじゃないですか。で、今回は今まで以上に、なんていうの、時間過ぎるのがすごい早くて、あっという間だったなって、なんかちょっと寂しい気持ちが強いです。結構何回も言ってるんですけど、最初多い人が決まった時、まだ夏フェスとかも何も出てなくて、正直その決まった時のワーストの状態だと正直絶対埋まんないなっていう、そういう自信が逆にあったし、不安もすごいあって、どうしたら見に来てくれるんだろうとか、どうしたらワーストを好きになってくれるワーシップの方が増えるんだろうっていうのをたくさん考えて、それでいろんな夏フェスでたくさんアピールしたりとか、 SNS ももっと大事にしてどんどんいろんなツイートしたり頑張ったので、その決まった時から今日までの頑張りが、なんだろうな、本番のステージ出て見た時の景色に現れてたというか、そこで、あ、これだけ頑張ってよかったなって、ワースターを好きでここまで来てくださる方がこんなに増えたんだっていう実感が、その景色を見て一人一人の顔を見て実感できたので、なんだろうな、ライブも楽しかったけど、その景色を満員っていう、多い人満員っていう景色を見れたのが今日一番幸せだったなってすごい思います。うのさんは本当になんか、みんなもというか、今まで何回も SNS でもこう言葉でも結構言ってきたんですけど、ワースターのワースターランドの中でうのさんが一番その会場が大きくて、ちょっと声震えてるなので、なんだろう、すごい緊張してたんですよ。なんか、なんだろうな、このなんか言葉には表せなくて、心境がなんかすごい複雑だったんですよね。なんか初めての渋谷オイストっていう大きい会場に挑戦するってことで、でもすごい嬉しいし緊張するけど楽しみだなっていう気持ちがすごい大きくて、だからこの、なんだろう、和野さんをどうやって楽しいライブにしようっていっぱいみんなで考えて、それを考えてる時間がすごい楽しかったし、それをファンの方にすごい楽しいライブだよっていうのを伝えたくて、たくさん来てほしくて、だから SNS もたくさん、なんだろう、工夫して送ったりしたつもりなんですけど、だから本当に今回完売ってなって、もう夢みたいで本当に嬉しくて、だから、なんだろう、ちょっと帰っていいですか？だから本当に無事和野さん成功できて本当に嬉しかったです。今までもうずっと定期公演してきたけど、3回目でこんなに大きい会場になるなんて、初めはやっぱり不安しかなくて、みんな楽しみとか決まって嬉しいって言うけど、多分どこかで不安な気持ちが常にあって、でも今年の夏もたくさんワースタでライブしてきて、たくさんの方に来てほしいって思い伝えた結果が今日この最高の景色につながったと思うので、なんかこう頑張ってきたものがこう目に見える形になったのが本当に嬉しいです。幸せでした。女性の多さに本当にめっちゃびっくりして、なんかワスタは女性のクリエイター陣さんにいろいろプロデュースしてもらって、やっぱり女の子がもう可愛いがたくさん詰まってる、私にとってもすごく夢のあるグループだと思うんですけど、なんかいつの間にかこんなに女の子に応援されるグループになってたんだなってすごい信じられなかったし、やっぱり女の子は私たちにとってもすごく刺激を与えてくれる存在なので、これからもずっとついてきてくれたら嬉しいなって思います。ウルチョコの感想のところで、
広川七瀬がってスースースイトートって言ってくれるとこがあるんですけど、ワーシップさんがその時にいつもリリカがこっちのことを見ながらニヤってしてくるんですけど、今日はいつも以上にニヤってしてて、私もなんかこんなに一体感のある広川七瀬スイトートのコール初めてだったので本当に本当に嬉しかったです。また次聴けるときはもっと大きいコールが聴けるように、もっと大きい会場になれるようにできるように頑張りたいなって思いました。自分たちではなかなか、なんだろう、ワースターどんどんファンの方増えてるなとか実感する瞬間って、めったにはないんですけど、夏のイベントでたくさんお客さんがワースターのステージ見に来てくれたりとか、あとやっぱり今日のオーイーストもいっぱいになったのも本当に嬉しいし、やっぱり去年はなんだろう、夏の新人公演って言って、ワースターがまだデビューしたばっかりだからそこで新人のアイドルさんと競うみたいな、そういうこともやってたけど、なんかちょっと立つステージが大きくなったから、なんかそれはファンの方も遠くの、ちょっと遠くに行ったように感じるって言われることがあるけど、でもなんかそれはそんなことなくて、なんかフォロワーさんが伸びるのもすごいワースターのこと知ってもらえてるっていうからことだから本当に嬉しいし、なんかもっともっと昔から応援してくれてる方のためにもワースターをもっと広めていきたいなって思います。みんな起きて、みんな起きて、今何の時ですか、おはよう、寝てた、じゃあみんな起きてて、起きてて、なんかで笑いながら寝てるからずっといい夢見てるのかな、嘘ね、そうみんな本当にちゃんと起きて、はい、はい、そう起きました。ワーシップさん2016年も本当にありがとうございました。ありがとうございました。愛してる、 I love you。 もうね、本当に2016年楽しかったっていうのは、もう皆さんのおかげだし、最初から最後まで楽しかったね。めちゃくちゃ濃かった、こここで、本当ですよ、ここ濃かった、ここ濃かった、本当に濃かった、うん、どうだった、最強だった、最強だったね、最強に最高だったね、だから来年も最強に最高を最高に超えたい、そう、今年より超えたい、ね、今年最高をしつつ持って2017、もう2018、もう2019、もう2020、そうなれる、頑張りましょう、オリンピックだね、オリンピック触れました話がずれたけど、ずれましたけど、でもずっとワーシップさんと一緒にいたいなって思うんです、ワースター、みんなそうやって思ってて、強く思ってるし、あと私リーダー的に見てワースターがね、こんなに仲いい友達がまだ飲めてないから、まだ飲めてないから、仲いいのはなんかワースターがちゃんとそれぞれがこのグループのことを思ってるからだと思うし、ちゃんと上を見てるからだと思うんですよ。みんな泣かないで、はい、全然泣いてなかったでね。ちょっとよかった、ちょっとよかった、じゃあね、皆さん来年もワースターのことよろしくお願いします、よろしくお願いします、よろしくお願いします、でこもうギチ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 だね、ギチギチ、それじゃあ以上2016年のワースターでした。